長沼秀文から1939年2月1日は日本の陸軍軍人。陸士級発揮。英典は正四位、軍二投稿三級。最終階級は陸軍中将。日露戦争において、騎兵挺身隊隊長を務めた、いわゆる長沼挺身隊の指揮官である。父は仙台藩藩士で明治維新後は教員を務めた長沼秀美である。 士官学校級発起を卒業し、騎兵将尉に任官した。長沼は、軍務局副会員、同会員を務めたほかは、騎兵の実施部隊に属し、また、陸軍騎兵実施学校戦術学生時代に、校長の秋山義振から教育を受けた。秋山は、騎兵停止活動について教えているが、騎兵停止活動とは、小部隊で主力から遠く離れてきの後方に行動し、 主要施設の破壊や、司令部等の襲撃に任ずる部隊を意味する。日清戦争時の長沼は、宇治の運輸通信部員として、広報支援を行っている。1902年11月、騎兵中佐に進級し、広崎に所在する騎兵第8連隊の連隊長に就任する。長沼は、この時期に騎兵停止活動の研究に励んだ。 在職のまま日露戦争の開戦を迎えるが、騎兵第8連隊の属す第8師団は総呼びとして、初期の戦闘には参加せず、戦場に至ったのは、療養開戦の後である。1904年12月、長沼は満州軍総司令部に騎兵挺身隊による、法天以北の戦路爆破を提案するが、総参謀長、小玉健太郎は、この提案を受け入れなかった。しかし、 第二軍司令官の奥安方が3位を示し、長沼騎兵第八連隊は、第二軍令下の秋山死体に転属となった。編成12月25日、秋山義古は長沼を指揮官とする、騎兵挺進隊の編成を命令する。この際、騎兵第14連隊不詳査であった、長谷川守基地は、脱走して参加する意志を長沼に打ち明けたが、長沼は揺さめている。長谷川は、 長沼の第一挺心隊に続く第二挺心隊を指揮することとなった。第一挺心隊、いわゆる長沼挺心隊は第八騎兵連隊を主体に他の連隊からも人員を選抜し総員176名で構成された。内訳は本部が看護卒、通訳を含め19名、第一中隊は浅野力太郎隊一家78名、第二中隊は 中谷従業隊以下78名である。この他に本軍の中佐を指揮官とする馬族の協力も予定されていた。秋山は停震隊の行動開始前に2組の昇降施工を派遣し、挺身隊の活動が可能であるか確認を行っている。挺身騎兵1905年1月9日、長沼挺身隊は、長春付近での交通線破壊を目的に、 ソマホを出撃した。秋山は送り出す際、騎兵の進化を認めさすことになるのだと語っている。ロシア軍では同日にミシチェンコ騎兵団が行動を開始しているが、長沼によれば、真に偶然であった。挺身隊は途中戦闘を交えながら、長春南方に進出し、2月12日に深海が橋梁の爆破作業を行った。しかし、 ロシア兵に発見され戦闘となり、第一中隊は、ロシア石膏を撃退、第二中隊は、監視小屋に突入して格闘戦となり、田村馬作り、少尉、持月上等兵は戦死した。挺身隊はこの間に、騎兵用、爆薬600個に相当する爆薬を仕掛けたが、すべては爆発せず、爆破効果は13時間後に復旧される規模にとどまり、物的には大きなものではなかった。 ロシア側は、日本軍の戦死者2名について、その墓標に、神よ、平和を与えたまいと印定重に埋葬した。この墓標の存在によって、ポーツマス会議では、長沼挺身隊の進出地点までが、日本軍占領地として認められ、長春以南の統制鉄道活上に結実する。なお馬族は別の箇所で、レール5箇所などを爆破した。 挺身隊は負傷者を抱えつつ移動したが、ロシア軍機兵に発見され、砲撃も受けるようになった。長沼は、機兵同士の格闘戦を決意し、2月14日、マズ法に向けて突撃したが、この敵は交代し徒歩戦に移る。夜に至り長沼は乗馬突撃を命じ、機兵同士の格闘戦が正規した。日本側70名対ロシア側約200名の戦闘は、 ロシア側の退却で終わったが、挺身隊は戦死18名、負傷44名の損害を受けた。長沼は健在な兵力が減少したため、負傷者を大乱衛士に止めて治療させ、さらに部隊を再編し、小部隊ごとの兵団、通信戦攻撃を実施した。砲天回戦が戦われたことは知らずにいたが、回戦の情報がもたらされたことで挺身隊は帰還の、都につき、 解散は3月29日であった。長沼停心隊の作戦行動は編成以来84日。距離約 2000km に及び、長沼停心隊には感情が授与された。長沼に対しては、個人感情及び、高産級が授与されている。評価深海が協力の爆破は停心隊の規模合計1万5000名余りという、風説を生み、ロシア満州軍総司令官。 クロッパトキン大将に自軍の速報、後方に脅威を抱かせ、兵力約3万名を法天後方の守備に充てることとなった。長沼挺進隊、長谷川挺心隊の作戦行動は、法天海戦における第三軍の行動を助ける効果を上げたのである。日本紀兵80年史の筆者は、長沼がその作戦行動中に見せた気迫を、 この気迫あったればこそ、大異業は成し遂げられたと評し、陸軍大学校教官の谷俊夫も、長沼の寡黙と沈着と、かつその豪談は、くその任務を達成せしなりと評している。騎兵大佐に進級し、復員後は、騎兵第十三連隊長を経て1912年4月、少々に進級。規定第一両団長に補いされ、1917年8月に、 中将に進級するまで在任。中将進級と同時に、対名12月に、予備役に編入された。日露戦争13回期に際しては、王子の戦場を訪れ慰霊を行っている。第8師団副官として、日露戦争に出征し、長沼帝進隊本部の一人として戦った、宮内英熊は、長沼の娘婿となった。 谷と夫は爆破効果が上がらなかった原因について爆薬の種類が異なり使用方法が統一されず研究も不十分であったと指摘している。日本紀兵80年史ではこれとは別に合計3万名が松花江の橋力破壊を狙っているとの報告もなされており、これは長谷川挺身隊の効果であろうとしている。ありがとうございます。